三吉市は愛知県の中部に位置する市、西三河地方に含まれる。人口は約6万人。2010年の市政施行以前は西鴨郡三吉町だった。三吉が岡の町並み2005年の国勢調査では人口56,252人であり、市政を施行する要件を満たした。2010年1月4日には西鴨郡三吉町が市政を施行して三吉市が、 誕生した。2006年に徳島県三好市が誕生していたため、市名はひらがなとなった。消防は豊明市、日清市、長久手市、東郷町と、ゴミは日清市、東郷町のお産広域行政権で処理している。豊田自動車の工場が立地し、西三河自動車工業地域の一角を成し、工業化とともに住宅地化も進んでいる。 そのため、財政は、比較的裕福な自治体である。創業幹事たち坊の出身地、三河国宝来寺付近の三吉にちなむと言われる。漢文年間に、三吉と改められたという、三吉市中心部周辺の空中写真、1987年撮影の2枚を合成作成、国土交通省国土地理院地図、 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。河川湖省三吉池を、上空から撮影した、航空写真長田池町名行政区、三河国二洋省に、三吉、内越の村落名が見える。三河国全図天保八年に、三吉、黒笹、内越、一式、北麻布、南麻布の村名が見える。二千三年六月に、 全世帯主を対象にアンケート用紙を配布して町民アンケートを実施。どの行政区も合併のメリットより単独での姿勢を希望する結果となった。上記の結果を受け、同年8月に豊田加茂協議会から離脱を表明した。2005年11月に全世帯主を対象にアンケート用紙を配布して町民アンケートを実施。 町北部は過半数で市政志向を望んだが町中南部は過半数で調整維持を望んだ結果過半数を占めた調整維持を決定した合併協議のアンケート時では町中南部でも市政志向が多かったがこの時の結果は違ったこれは現状に満足している点や市政により福祉事務所設置など新たな出費に懸念した結果と思われる この結果を受け、調整維持を決定した。また2006年1月31日をもって、市政準備室は廃止した。豊田市との合併拒否、豊田ナンバーへの参加を拒否し、東西カモを唯一構成する自治体として残留したが、愛知県内での郡町村の数の激減による、郡町村構成自治体の発言力の低下。また、 近隣の地多郡東浦町が市政施行を準備しているなど、もはや軍部に残留するメリットがないと判断した。しかし市政施行した場合、すでに三好市が徳島県に存在し、同じ漢字の市名は既存の市の名称と同一とならないように十分配慮することとの1970年の自治省通知に定触する問題に直面した。2004年に、 総務省から相手方に意義がなければ拒否するものではないとの見解を得たものの2007年11月に徳島県三好市側より議会や市民も到底納得できない反対であることをお伝えするしかないと拒否され結局氏名はひらがなで三好市に施行時期は2010年1月4日に決定した行政手続きとしてはまず三吉町を 三好市長に解明し、同時に、市政志向することとなった。歴代首長国外2005年に開催された、愛知万博で、愛知県内の市町村が120の万博公式参加国を、それぞれ、一市町村一国フレンドシップ事業として、フレンドシップ相手国として迎え入れた。国内三好市市は、国勢調査で人口5万人を超えた。 財政的に余裕があるため、余裕のない東西カモ群を背負うことが、経済的に不利になるという判断が、市民の間に働いたと考えられる。結果的にそれら町村は、豊田市だけが背負うことになった。基本的に、豊田カモ広域行政圏域及び西三川地域に所属するのだが、隣接する終わり地域の自治体とも、広域行政を行っているので、 複雑になっている。三吉公園三吉市総合体育館が三吉市、学習交流プラザ、サンライブ三吉郵便局市内に警察署はない。豊田警察署が管轄しているため2006年以降に登録された警察車両には三河ナンバーではなく豊田ナンバーが付いている。農業工業アイモール、三吉商業、東海学園大学愛知県立三吉高等学校。 三吉市在住の中学生は、公立高校の場合、県内全域の専門家、三河学区の普通科、調整特例で、終わり学区のうち、愛知県立日清高等学校、愛知県立日清西高等学校、愛知県立東郷高等学校の各高校への志願が可能。三吉が丘駅33バス透明三吉インターチェンジ、国道153号と、 三好前田交差点市北部を通っており、中心部からは離れている。ただし、JTB 時刻表では、三好が丘駅が市の中心駅となっている。路線バス都市間、バススクールバス高速道路国道県道三好稲荷、各石川家住宅三好大城鎮祭りの大城鎮、三好大城鎮祭りの大城鎮は、2017年8月に、 世界最大の釣り提灯として、ギネス世界記録に認定された。また、棒の手などの郷土芸能があり、祭事で奉納、発表を行っている。このうち、三好池祭り、三好いいじゃん祭り、三好大城鎮祭りは、三好の三大夏祭りと称されている。ありがとうございます。